はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、サンダーがなんかね、やっぱ使用率、とうとう1位になったっていう、全体のね、使用率がとうとう1位になったらしくて、まあまあさすがだなっていう感じで、まあ、使っていくんですけど、さっきからさ、サンダーがいない構築と当たらないよね、ガチで。サンダーがいない方が珍しいみたいな感じなんだけど、これはバンギ絶対投げたくて、なんでかっていうとサンダーとウツロイド見たくて、って感じで、どうしよっかな。ドヒドバンギムドウとかでいいかな。ナットレイ結構めんどくさいか、そうすると。ドヒドで焼いて、ムドウのプレスしに行く？まあ、プレス裏に割と通るから、悪くはない。悪くはないけど、ザプドスも欲しいな。だから、ムドウいないとバンギがちょっと怖いか。マンムーもまあまあめんどくさい話あるね。そうなると、かといって、ドヒドなし選出になると、ウオノラゴン、ハチマキだった時に、宇宙が壊れますね。どうしよっかな、スカーフか。いやー、まあ、ドヒドバンギムドウかな、安牌は。ムドウから入っていいと思う。マンムーから来て捨てろとか、全然あると思うけどな。なんか前使ってた受けループの、海竜の枠が3段になってます。まあ、割とどっちも、テッカグアとか。テッカグアもいなくなったけどな、ほとんど。世界から消えた気がするわ。だマンダとか通りいいんじゃないか。それこそ海竜もそうだけど。テッカグアで割とめんどくさいなと思ったポケモンが通りいいんじゃないかな。これさー、ステロマキだよなー、初手で出てくんの。だからメテオビーム撃たれたら、だからバンギニかといって自破もらって嬉しいかって言われると何も嬉しくねえなー。あーでもそうすると役割対象1体減ったことになるから、バンギで自破もらう分にはいいか。とりあえずメテオビームで無動死ぬ方がやばいね。じゃあ僕も3段選出したかったなぁ。でも、ちょ、さすがに枠が足んなかったから。ドヒドバンギ無動がなんだかんだ言って対応範囲広いからね。あぶねえ、引いといてよかった。オッケー、これでパワフルハーブ使わせたから、こいつが、帰ってく限りはもう大丈夫だね。あぶねえ。ステロ、タスキステロ一点読みで、こっちもステロ巻こうとかしなくてよかったな。強すぎたよ、マジ。パワーが、もうなんか、バカじゃんって感じだもん。ここは守るで、大魔拓を解消したい。大魔剣残せるなら残したいんだよね。まあ、最悪でもこれで、ハーブ使ってっから相手引くんだったら、次から出てきたダイマックスの別に怖くなくなるから、ダイマこっち切っちゃってもいいと言えばいいんだけど、まあ、ここで守るに対してすびきとかしてくれんだったら、だいぶ楽だからね。何をしてんの？結び。結びじゃ死なないけど、バンギラスは。結びじゃ死なないけど、どうしよう。死なない。いやー、これでもダイマ切っていいよなー。アース別に通りそんな悪くないしね。草結びで突っ込んでそう。無料で倒せるよ、それ。それはでかいな。でかくなって。よいしょ。OK。すかしたね。相手でかくなってこないんだったらナックルでよかったのかな。ただまあでかくなられてた時バンギのヒットも残しとかないとサンダー困るからこれでいいと思うんだけど、これは眠る TOD っていう発想はできないね。まあでもあれか、裏と合わせてくるくるすれば割と余裕あるのか。ナットレイ。突っ込んじゃダメ？サンダーで全滅しちゃうね。バンギ失うと。さすがにそれはできないか。ドヒド引きで。まあ、ヤドリギ打たれたとしても、TOD で困んないから、それはいいかな。ドヒドイで投げて、何言ってくる？ヤドリギだと思うけどな。
プレスか。引いといてよかった。大事を取って、引いといてよかったね。ダイバーンとかあればあれか、今の。サンダーナットみたいなあれか。一人で破壊できるのか。まあ、こっから熱湯で、まずナットレを焼くお仕事があって。だから、神剣とかもそうだし、ナットレミラーも考えるとナットレボディプレス欲しいな。だから鉄壁プレスにしたいな。ナットレ使ったら、誰ラスト焼いてほしい。場合によっては。サンダーは絶対焼きたい。世界で一番焼きたい。ちょ、ステロ先巻きたかったな、これ、無道で。焼いて。焼け。ボッ、ボボボッ、オッケー。で、これで砂枯れるから、ここで、バンギ投げでいいね。ダイマ切ってこようが切ってこないかろうが。ちょ、砂入っ、やけど入ってんのマジでかね。ちょ、これが今、世界で一番嬉しいけど。で、ステラ巻かれてないから、バンギも楽に投げれる。まあ、ダイマこっちだけないけど。まあでもあれか。ウツロイドの前でヒットポイント失うよりはマシか。結局ダイマ後から切ってもしょぼくなっちゃうから。だるいやつだね。それ。弾。いや、これサンダーの削り具合えぐいぞ。ステロ巻けば多分サンダー、自滅するかな。で、バンギのヒットポイント多少なりとも確保しないといけないから。守ってる一回挟んでいいよね。挟まないさすがに、バンギ疲弊しちゃう。ウィップ。ドヒド読みかな？まあ、これ釣ってくるかどうかだね。いや、ま、でも釣り交換されるにしても、無道で、あれだな、頑丈盾に無理やりステロ巻いた方がいいな。そっから引いても別にこっち困んないから。いや、ここ突っ張ってくれると嬉しいんだけど。釣り交換じゃなくて。あ、突っ張ってくれてる。鉢巻きなのかな？こいつの、この動き。からして。ここステロでいいね。これでサンダーだいぶ制限できるから。出てきて。で、弾だから、バンギのとの打ち合いに勝てないから。悪鬼だとね、ちょ、めんどくさいこと起きるんだけど。オッケー、二重に削れるのでかすぎ。砂あと一旦か。どうしよっかな。一回ドヒドヒで経由するか。まあ、死んじゃったら死んじゃったで、致し方ないけど。最悪死んじゃっても、あー、オッケー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 。大丈夫。これだったら無道で跳ねしたかった気持ちもなくはないけど。いや、じゃあサンダーがね、そのスペックで羽休めを持ってるっていうのが一番強いと思うんだよな、僕は。羽休めが、さあ、みんな没収されてるの、こいつだけ、前、一人だけいい思いしよって、これバンギ投げて、ここのボルチェンめんどくさいけど、まあ、それでもそう、ステロのね、疲弊にちょっと強いんだよね。有限じゃないから。でも TOD のおかげで、PP がさ、初期で10ある、で、その増やして16になるポケモンってさ、事実上無限みたいなとこあるから、それが強いんだよな。玉ダメも入る。バンギ一回、あれだ、なんとか着地させれればでかいんだけど。これでナットが残飯かどうかが判明できるね。判別できるね。どっち？残飯ではない。やっぱさ、このナット、ハチマキくせえよな。プレスウィップ、あ、待って。ここのダイマックス、あかんなぁ。もう、ハチマキあったとして、ハチマキ入んないから、ナックだったらダメージがしょぼいはずで、サンダーダイマしてこないでしょ？頑張れる。まあ、一体最悪こっち捨てなきゃいけないけど、頑張れると思うけどな。ちょ、守る押してるのはいいんだけど、ただ、バンギーいないとさすがに、サンダーゲロいことになるから、ちょ、ナックルや、マジやめてほしい。なんか、30ぐらい。あ、オッケーオッケー。全然入んないね。思いのほか。これは大丈夫で。
いや、回復ソースないのが、まあ、きついといえばきついけど、頑張るしかないからね。どっち引くのがいいかな。無動のがいいか。ナットの攻撃ごときやったら、ナックルで2回上がっても多分大丈夫なんだよな。ナックル。あー、余裕あるね、だいぶ。で、サンダーは絶対にどっかで羽を絡めなきゃいけないから。ここプレス押したいな。次はナックルも平気だからプレス押すか。突っ張ってる。まあ、ナット削れるのは悪くないね。これ次耐えるよな、さすがに。あー、オッケーで。はいはいはい。いや、こうやったら鉄壁して、あれだ、2段が上がったプレスを、サンダーの顔に叩きつけたかったけど、コンプレスでいいね。引くでしょ、さすがに。まあ、プレスだったらそんなに食らわずに、まあ、投げてこないんだったら納豆は削れるからオッケーで、ほぼほぼ、仕留めれる圏内まで来てる。まあ、サンダーはね、まだ積み技がないから、大丈夫なポケモンちゃんと残しとけば、かろうじて何とかなるから。ウィップ、はいはいはい。番組読みかな？で、砂も切れるでしょ？ここサンダー比？まあまあいいか、プレスで。ナットレ多分有限なんだよな。回復ソースないでしょ？ああ、そうだよね。ハチマキっぽいもんな。で、ラストサンダーとは、さすがに番組で打ちゃって勝ちだね。危ねえ。いや、サンダーマジ、あとね、肩がなんかめちゃくちゃ多いのは強いよな。しかも色違いがこの人、いいな。まあでも、ステロ絡めないとさすがにやっぱサンダーは、倒すのしんどいポケモンだね。子さんかな？まだ目は死んでないけど。はねえ。やら、CS とかじゃないかな、命の玉持ってるってことは。まあまあ入るけどね、これ。ああ、いいダメージだね。相手、羽、連打以外、なくないか、やること。ああ、殴ってくる。これさ、ボルチェン、暴風、なんかそういう感じのあれじゃないの？非常に心もとないサンダーじゃないの？まあでも、あれか、ラスイチの場面だったら、ボルチェンでは別に変わんないから、普通に、麻痺内だけの電気技って感じか。まあでもこれで、いやー、自信。まあまあ、6ブラでいいかな。さすがに、悪気じゃないから、6ブラで削っていけると思うけどね。まあ、跳ねしかないでしょ。こっから相手頑張ろうとするにしても。いやー、自信をしたい。でも自信、あ、でもダイアース見せてるから、相手はあれか、それに合わせれる願望を、していくしかない。ねえ、待って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 、それ。まあでもラスイチの打ち合いだから。まあまあ、いいか。最悪ドキド捨てて番組投げ直してもう一回砂展開してやり直せるから。砂がある以上は6ブラ打ち続けた方がいい。うん、殴ってくるけど。強えな。だからここで6ブラちゃんと抜群で入るから。オッケー。危ねえ。なんとかあったけどね、ギリギリ。いや、それは結構きついな。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これは選出どうしよっかな。紙剣がまあまあだるいな。紙剣まあだるいな。マジで。ダイアタックあること考えると、ザプドスでも話になんない。ザプドス通り悪いよね。ドヒドバンギ、アット1？神剣にドヒド後投げして、なんとかなるかって言われると怪しいよな。ドヒドバンギブルルかな、でも。神剣なんかブルルの前で研磨しそうじゃね？ブルルのこと舐めてきて。もう全然ある気がするけど。あーでも、普通にでもきついんけど。あーでも、
まあでもブルルから行くか。でもしゃ、これ神剣ガチ最近増えたな。神剣ってそもそも浮かんのかな。まあギルガルドとかで対策する感じになると思うけど、回復ソースないし残飯ありきだからあんま使いたくないな。じゃあバンギとはわけが違うからね、ギルガルドは。カバから来る。オッケー。これは、いい対面で。まあ、ラムの見立てに、ぶっ殺しに行っていいかな。さすがにこうタイプ相性考えるとさ、筆記は全然あるか。これは全然あり得る。ただ、構わないかな。受け回しに対して出してるさ、カバルドンってさ、ステロ巻いて、捨てるもんだから、あ、引いてくるんだ。大事にしてくるん、ちゃんと。誰？ポリッツ？ダウンロードコンテンツされちゃったね。いや、でも、カバポリッツって投げてるんだったら、あ、ラスト神剣だろうな、さすがに。さすがにそれはラスト神剣で。ここ一回耐えないかな。もうめちゃくちゃマジで、心の底から今ね、宿り業したい。インファでいける？いけるなら、殺しに行くのも、悪くはない。ちょ、ダメ消するか。ダウンロードだからさすがに、さやか1、てかカバルドンと組んでるわけだから、B4 しか振ってないだろ、さすがに。インファで、60% とかか。レイビア耐えるね。インファで殺せないから、まあ、宿り木から入るか。レイビア耐える。一段階アップまでは。ま、ダイマックスは、耐えないかもしんないね。まずい。もう、ダイマックス、じゃあ、いや、待って、それね、バンギ引きを読んでくるはず。そのダウンロードのポリツは、なんか、多分やばい。方だから反撃4宿り際通るね。いやでもスチルはアイスか。ちょ困るなこれ。反撃でもまあアイスでいいっちゃいいのか。ちょ耐えて耐えない。いやーもう反撃の地震で倒して裏に体がそのまま反撃で倒せるやつだったりするとちょこれは落ちないで。そもそも急所だったらワンチャンだったかな。しゃあないね。いやー、ポリツーに、ポリツーに破壊された。あのポリツーにやられるたびにいつも泣くからね、僕。じゃあ、GG。